お、いいですね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 、皆さん。あ、しっかりと自販機買ってますね。ちょっと待って、これ自販機少ないんじゃね？自販機もう一個置こうか。自販機。自販機っていうのは、ベンディングマシーンですね。これ、自販機。自動販売機を略して自販機と言いますね。どう？こんな感じで。だいぶいい感じになったんじゃない？ねえ。ちょっとここにもさ、温泉置きたいな、やっぱ。温泉。お店。これ何？お店もあるじゃん。お店置こうよ、お店。これ何？食堂。あ、食堂ね。パチンコ。パチンコってカジノだね。まず、じゃあですよ。ちょっと待ってよ。まず売店をね、ここに置こう。大体売店って、こういうね、ところにある。え、これ何？向き変えれないの？え、向き変えれないの？これ。え、向き変えれないの？マジで？え、ここに立ててもさ、入れないよね。向こう側から。え、向き変えれないの？マジで？げ、向き変えれないわ。皆さん、終わったわ。終わったわ。これ向き変えれないわ。え、だってここにこうやって立てるっしょ？そしたら奥側から入れないじゃん。そこには立てれません。え、正気ですか？あ、こっちから入るのか。ちょっとよくわかってない。完了って言ってるけど、これ入って、あっ。って言ってるけど、これは。なに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 ？全然こっちとかから入れるんだ。ほらほら、むちゃくちゃやってるじゃん、これ。え、レジのところから出てったぞ、今。維持費が引かれました。うわ、かっけえ維持費。庭に植えたアジサイの花が咲き、景観がさらにアップしました。他にも季節によって景色が上がる植物も見つかるかもしれません。特に景色を上げたい施設の周りに配置するといいかもしれませんね。アジサイがね、これアジサイの花みたいですね。アジサイ。結構お客さん入ってない？うーむって言ってる。微妙なのかな？はじめまして、私は町内旅館ガイドの編集者のものです。リッツさんが開業したとの情報を入手し、早速旅館ガイドにエントリーしておきました。掲載されているランキングの順位によって賞金を渡しますので、頑張ってください。ありがとうございます。次の発売日は9月です。お楽しみに。それでは失礼します。これ何ができるんだ？アジサイ。あ、石ちょっと置いてみようか。じゃあ。石。こうランダムな感じでね。石。そして石。この辺に一個。石。はい。どうですか？ちょっとお金がかなりね、厳しいですよ。皆さん。食堂ないとね、話にならないから。だいたい食堂はこういうとこにあるね。食堂置きましょう。廊下をつなげて、廊下こういう感じでつなげようと。ちょっと待って。やめてやめて。廊下つなげさせて。廊下ここから、こういう感じでザッて引いて、お、いいね、いいね、いいね。え、ぽいじゃん、ぽいじゃん。で、ここにさ、部屋、ぶわって置こうよ、また、部屋。どう思う？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 だって、これやり直すことってできるのかな？完了。え、やり直すことってできるのかな？あ、撤去あるわ、撤去。え、撤去しよっかな、ちょっと。ここ撤去して、ちょっと道作りたいな、ここ。こうやって道作って、温泉の裏とかに、いや、でも温泉の裏とかに部屋っておかしいか。どうしたらいいんだ、撤去して、まあいいか、一回このぐらいにしとくか。大学生に人気。大学生に人気でもなぁ。大学生金持ってないからな。
金持ってないからな。じゃあお遊戯施設作っときます？一応お遊戯施設この辺に作っときますか。お遊戯施設ね、客室から近いのはちょっとねあんまりね好きじゃないんだよね。お遊戯施設はやっぱりこの辺作っとくか。で道をねちょっと伸ばすわ。皆さん頑張って、これ撤去、はい、ごめんなさい、撤去。道を伸ばしますよ、伸ばしますよ、撤去。私景色ダウン、ごめんなさい。ここを抜けていってここに入る感じでいきましょうね。でここにはアジサイ置きますわ、やっぱアジサイ、はい、アジサイ景色アップで、石、はい景色アップで、ここ石ね、ここにも石、石やっぱね、あ、もう置けないんだ、なるほどなるほど。お完了、これどうなの、これ結構いいんじゃないの、ダメなんかな。はいはいはい、でまたここに一個何か花をね、木を置いてですね、いいんじゃないでしょうか。これすごくすごくいいんじゃないでしょうか。あ、ここ立てれないの、なんで。オッケーオッケー、え、めちゃめちゃいいじゃん。自分で言うのもなんだけどさ、やべ、このゲームの才能があるかもしれない。はいはいはい、うわ完璧だ、完璧、皆さんできたわ、完璧な旅館できたわ。ちょっと資金が少なくなってしまいましたね。しかしご安心ください。こんなこともあろうかと銀行に少し預金してありました。もう残高はありませんので、お金の使いすぎに注意しながら旅館を発展させていきましょう。え、臨時収入が入った。臨時収入が入ったけど、え、じゃあどうすればいいの？これしばらく待ってればいいのかな？あ、お金ガンガン増えてってるわ。オッケーオッケー。お金増えてってる、増えてってる、増えてってる。よし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 。どんどん来い、どんどん来い。維持費が引かれました。維持費たっけ。湯煙、ただいま入った情報によりますと、大学生がお金を使い切ったそうです。お話を聞いたところハッスルしちゃいました。お金もないのであとは部屋でおとなしくしていますとのことでした。満足ゲージがたまると所持金も増えるため、建物の人気と価格の両方のバランスをよく上げていくことがコツとなりそうです。はい、え、あんまり良くないのかな。でもこっちガラガラだもんね。もうちょっとお客さん欲しいな。なんか広告的なのないんか。客層、ターゲット層を確認できます。ターゲット客層に設定すると宿泊に来てくれる確率が高くなります。人気大学生、大学生にめちゃめちゃ人気。サラリーマンは微妙。平社員OL、 あ、 OL も人気じゃん。え、ちょっと OL いっぱい来させようよ。まず